えー、運転しますが私は信じがたいほどの方向音痴でそれがあまりにひどくこれはいわば私の才能かと思う時もありますこれは実は知能が低いということですか主にミッション車ですが AT オートマンも運転するので上手だと誤解されますしかし下手くその上にこんな方向音痴で人を乗せた時には恥ずかしくなりますえっとあのカーナビ使えばいいんじゃないですかあ要はその地図が覚えられない っていうのと、方角がその認識できない人っていうのがいるので、で、それと道に迷うって違う問題なんですよ。あの、カーナビに住所入れて、カーナビの言われた通り運転するっていうのができれば、別に道に迷うことはないので、で、仮に道に迷ったとしても、それはカーナビのせいにしてください。だって、カーナビに言われた通り運転して、変なとこに行ったら、それ悪いのカーナビじゃないですか。